長官チェック9月24日火曜日配信分です。5秒前43。4 3 <laughs> おはようございます。時刻は7時59分です。1番に入れるスイッチなんでしょう。来る日も来る日も長官チェック。 連休明け9月24日の火曜日でございます天狗天狗森スタジオからコモさんでございますさて今日は毎日新聞を買ってまいりましたまず一面チェックでございます航空自衛隊ロシア軍機にフレア発射というので、えー、フレアの炎は今この写真では見えておりませんロシア軍機イ留ュですねえー あの戦闘機とか爆撃機ではありません、えー、防衛省は昨日ロシア軍の哨戒機1機が午後1時から3時台の3回にわたってレブン島沖で領空侵犯を繰り返したと、まあ、ほんのちょっとかすめるぐらいのところで、まあ、わざと入っているんだと思うんですけれど警戒に当たっていました航空自衛隊の戦闘機がフレアによる警告を実施したというので えー、そのフレアの、うん、オレンジ色の炎が見えますのであの熱源を探知してやってくるミサイルなんかをそっちにお取りでっていう、ねえー、そういうものでありますあの、まあ、実弾発射みたいな感じで緊張感の高まる映像かとは思いますがおそらくあのフレアを発射しているところの写真も使っているものにもよりますけれど 演習の時の時映映像像を資料映像で使ったりしていいるかと思います航空。防衛省の統合幕僚幹部によりますとこの哨戒機は日本海側から北東に向かって午後0時50分ごろブン島沖に飛んでまいりました南北方向にジグザグになるように飛んでおりまして午後1時3分ごろおよそ1分間領空を侵犯その後もジグザグ飛行を繰り返し 何回か領空を侵犯した後午後5時50分ごろ現場海域を離れて日本海を西に飛んでいきましたと F15 と F35A 戦闘機がスクランブル発進をしております領空に近づかないよう無線で注意を呼び,呼びかけた後退去するよう戦闘機の翼を振るなどいたしました そそしししてての後警告とととフレアを発射したということでありま,すまああの一段進んだこれまでになかったこのフレアを発射したということはあるんですがその下に軍事評論家の前田哲夫さんの話詳しい経緯は分からないが従来はしていない措置でありステップが一段上がった対応であるというふうに言いながらですね 航空自衛隊の側はロシア軍機が攻撃機ではなく哨戒機、まあ、これはあ潜水艦とかそういったものをどこにいるのかというのをですね上から調べるそういうものですねと認識した上で使ったはずでありましてミサイルを発射したりとか機銃を発射するという攻撃の意図はないものなので 日本とロシアの間の緊張が急激に高まるとは考えにくいと、まあ、こういう,う指揮者の意見はあるんですけど、まあ、これだけ見て NHK があトップ項目で報じましてそしてアメリカを訪問している岸田さんも、えー、ロシア側に厳重に抗議するというようなことを言いますと諏訪戦争かというようなふうに思われて。 えー、高市さんを支持する人たちなんかは色めき立つんだと思うんですけれど、まあ、一方で領空侵犯とか領海を侵犯しているというのは日本側がロシアや、えー、あるいは中国などにですねやられっぱなしなのかと言いますとつい先日海上自衛隊の護衛艦「鈴突」が、まあ、これは誤ってということなんですが。 あの中国の領海を侵犯していたりもいたしますですのでまあもちろんその備え備えあれば憂いあり備えあれば憂いなしなわけですがあの備えが必要なのは当然なんですけどまあ多くの人がこういうニュースが出てまいりますと、まあ、ミスリードしたい人もいるでしょうし、えー、怖い怖いっていうね えー、社長、安いって言ったら買いはるでしょ、もっと安くって言ったら、あ安いな思って買いはるでしょ、はいまあ、そ,うそういう癖があの一般大衆の側にはありますので、まあまあ、あのもちろん戦争というのは、まあ、どこかで起きてるわけですが、お互い分かったもん同士で言うと、自制し合っているという側面もありますよということを、まあ、<coughs> えー、ちょっとバランスとるような感じで、今日は毎日新聞だけではなく、これをトップに持ってきているところはありますけれどもね。えーえー、まあ私はまその程度に受け止めているということでございます。あ、珍しくスパッチャー頂戴いたしました。ありがとうございます。コーヒーでもじゃあ後ろにありますカルガモでまたはい、はい、モーニングでもいただこうと思います。ありがとうございます。このほか立憲民主党野田さんが ああトップになりました、まあ、選挙が近いということもあって、まあ、彼を選んだという人も多いんだとは思います、えー、決選投票の末枝野さんを破りました泉さん、えー、ここまでやってまいりましたけれども力及ばずということで、えー、昨日ポストしてはりました泉健太さん立憲民主党代表選負けました。 横綱の豪快な上手投げに乾杯を喫した。本当に悔しいし、自らの至らなさを痛感しました。野田義彦新代表おめでとうございます。私は修行をし直します。皆様本当に、本当にありがとうございました。というふうに言ってあります。まあ、横綱の豪快な上手投げに乾杯を喫したというようなことを、 書いている場合かとも思ったりはいたしますが、えーまあ、1年生議員も登場いたしまして、まあ、それで女性を出してバランスを取るっていうのは私の感覚から言うとちょっとなぁと思いました、うん、それい1年生でできるようなあ立憲民主党の代表であれや、ね、え <laughs> どどんなどんな組織やとも思いますしまあ一方で 中堅若手が出てこないというのもどうかと思います。決選投票が野田さんと枝野さんだというところに、私はまあ、立憲民主党の、うん、力足らずさを感じたりはするわけですけれど、えー、昨日、どなたか、昨日、おとついだったかな、えーえー、中堅にはまともなのがおらんだから、野田。 まあ一択という書き方は多分してなかったと思いますが、野田さんでいいのだと、これでいいのだという書き込みがありましたんで、まあまあまあ、それはその人の考え方ですが、ここでロートル・野田さんしかないっていうところ、中堅は6でもないやつしかいないというふうに書いてあったんで、ほなまあ、6でもない政党なんですね、立憲民主党はと。中堅に次の世代を 次の時代を担う人間がいない政党なんですから <laughs> 野田さんしかいなくて中堅は6でもないというんだったら6でもない政党ですねとまあそれは思いますね、えー、ただまあ自民党に自民党に好き勝手させてていいのかさせてていいのかということから言うともう近々ある総選挙で立憲民主党に頑張ってもらわんとまあいや しゃあないという言い方はまあまあ大変失敬ではありますけれどもほんの1億2千万分の1の選挙権しかございませんがあうんまあしゃあないしゃあないしゃあないんかなと、まあ、今日にも新しい執行部があ選ばれるということですのでそこでろくでもないことのない中堅若手もしっかりと登用をして で未来を見せてほしいいなという,ふうには思いま,すまあまあ選挙ですので終わったらまあノーサイドっていうのはまあそら当然のことだと思いますから、えー、いつまでもうじうじ言ってても仕方がないんですけどもえー、ろくでもない政党にならないようにお願いをいたします、えー、そして輪島市では集団避難検討というので能登半島の豪雨でありますね 7人が亡くなったというふうに毎日新聞は書いております行方のわからない人もまだいらっしゃるのかもしれませんね、えー、ボランティア来てくださいというふうに長谷知事が言ってありますまたまああの1月の地震の直後とは状況が違うんだと思いますけれども、まあ、連休明けで皆さんもお仕事ある中だとは思いますけれども能登、えー、半島の方では長谷知事も ボランティアの方はどうぞ来てくださいという声がけをしているということであります。このほか、今日の毎日新聞「よろく」ですが、えー、っと舞台芸術学院という俳優を要請していたところが2026年3月で閉校すると。 学校の幕を閉じるんだというニュースを取り上げております。昭和二十一年千九百四十六年の七月まだ終戦から一年経っておりません。焼け野原の残る西池袋に山小屋風のスタジオが建てられました。復員してきました俳優の野尻さんという方が設立をいたしました。スタジオデザールという。 名前でありました GHQ の占領下、建築許可を得るのも一苦労でありました食糧難も続いております建築資材も人でもありませんそんな中家族の支援も受けて文化復興のかけがえのない灯火となりましたただこの野尻さん昭和23年27歳でこの世を去っております志を継いで お父さんが設立したものが、その舞台芸術学院。その校舎となりましたのが、スタジオでザールでありました。映画監督の山田洋次さん、作家の五木寛之さん。俳優の役所広司さんらも活躍、あの通ったというところですね。七十六周年を迎えましたが、まあ、コロナ禍で舞台芸術活動が制限され。 触れる機会も減りやってくる若者も減ったということで2年後2026年の3月での閉校が決定されたということでありますその後者は新しい活動拠点を探していました劇団青年座こちらも創立70周年になるということであります、えー、学長で演出家の上山仁さん 継ぎ木、き、ぎきですね。積み木ではなく、ぎき。焼け跡に咲いた演劇の花が、次はどんな見たことのない花を咲かせるのでありましょうか。楽しみに待ちたいと、よろくしは書いております。継ぎき。そうですね。気をつないで、新しい花を咲かせるということですね。どうでしょう、皆さん。 自分の人生、まあ、もう枯れていく段階になっている方がこの長官チェックは多いんだと思います、まだお仕事をされている方もそろそろ、いやもう定年延長して働いてんねんという,うなね年配の方がこのチャンネルは多いわけであります、私も63歳、えー、会社で言うともう定年を迎える年齢であります。今日も午後から 就活に関わる業界の人たちとのミーティングがありましてそこでお話をまたみんなでするんですけど、えー、人生、まあ、いずれ終わるわけですが枯れていくという表現を緩和ケアのお医者さんが先日されておりましたあ「人間の命というのは枯れていくもんなんです」って言ってねええー、まあ 死んでしまう枯れてしまううんまあ寂しいことではありますが、まあ、枯れていく中で何かしら新しい目につながるまあ種を落としたりあるいは養分になったり接ぎ木ができたらいいなというふうに思うわけですね昨日の夜まあここにちょに並んでおりますが アンテリジャンではファミリーヒストリーあるいは生前ビデオというのを作っております、えー、20日先週の金曜日に m b s 4チャンテレビでその生前ビデオのことを取り上げてもらいまして昨日の夜 YouTube にも、えー、毎日放送のチャンネルでアップされておりましたアンテリジャンのコモさんというのは一体本業何やってはるんですかということを見ていただけるそういう VTR が上がっておりました コメント欄を読んでいて、寂しくなりました。人は死んだら終わりなんやから、燃やしてもうゴミみたいなもんやから、それでええんや。そんなコメントがいくつも並んでいました。まあそれはそうかもしれませんし、その人がどう思おうが、自分の人生をどう生きはろうが、つら構わないんですが、あの VTR を見て、こんなことを書きはる、 そんな人に僕はなりたくないなと思ったし僕は人生をそんなふうには捉えていないので次ぎ木となったり種を落としたりあるいは次の人の栄養分となったりまあそれができたら生きてる間にやってきたことに加えて最後の一仕事ができるんだなとしかしまあネットで面白おかしく書く人は そんな人が多分9割以上なんだなと思ってまあのチャンネルの話ですしそれを見ていただいた方の考え方は自由なんですけれどそんな死んだらもう全部終わりなんでこんなことせなあかんねんなんでこんな VTR をっていう人らがまあごく一部でいてそのごく一部の人の声が 大きく取り上げられるっていうのがネットの世界なんだとしたらよほどこちらはバランスを取れるように心してネットの情報に向き合わなあかんなと私は、まあ、そういう分かっていただけるお客様に、えー、死んでからもその人の生き様それを次の世代に伝えるっていうそういう仕事をしていきたいなというふうに思っております。 本日もお時間の許す限りお付き合いくださいませ9月24日の火曜日聴観チェックスタートでーす来てよし見てよしこうてよし ようこそ天神橋3商店街天禄天小森スタジオへこもさん小森安則でございますもうずいぶん涼しくなりましたのでエアコンをつけずにこちらも開けましたいわゆるオープンスタジオでございます、えー、ガラッと開けて入ってく来ていただける方もあるんですが、えー、まあ、しばらく 寒くなるまでは、はあ扉を開けてやっていこうかなというふうに思っておりますさて残念ながら阪神タイガース機能1-0で負けてしまいました、まあ、おとつい一塁類審として阪神にめちゃくちゃ好意的な判定をしてくれたあの審判がキャッチャーの後ろに寄りましてどう考えてもストライクを ボールと判定されてしまいましたんでまあこの2連戦、1勝1敗ま阪神の優勝は難しくなりましたけれどもえ勝敗を決めたのはあの審判ですな <laughs> 本当に吉本さんでしたっけもう,もう笑ってしまいますねもうポテチンってこけてしまいそうですけどもえーえー残念でございますジャイアンツにマジック4がついております。まあまだ可能性ががゼロではありませんが えー、クライマックスシリーズに向けて、えー、考えを切り替えたいというふうに思いますパシフィックリーグでは、えー、ホークスの優勝おめでとうございますでまあ阪神が負けてしまってたっていうのも衝撃のニュースだったんですがもっと衝撃のニュースがありまして皆さん、えー、今どんな世の中を生きていらっしゃいますか東京都内の保育園で ラジオ体操が禁止になったという衝撃のニュースが入ってまいりました。えー、新しい朝が来た、希望がなくなってしまったんですかね。都内の某保育所で今年からラジオ体操が禁止となったと、これはシェアニュースジャパンが報じております。子どもたちちの運動能力が落ちすぎて ラジオ体操をすることで怪我をする子どもが続出しているんだそうです。なので、ラジオ体操禁止。ジャンプしたときに、はい、はい、足くずいて崩してしまう。上半身をてららららららん、たらん、倒れてしまう。腕を斜めに振ったときに、 型が外れるえー、なのでラジオ体操はあまりにも運動能力が必要すぎるというのでもっとソフトなラジオ体操ならぬものに切り替えなければならなくなったんだそうですうちの母親88になりますが、えー、今も毎日ラジオ体操を部屋でやっておりまして えーまあ、それはありがたいことですね。昨日は墓参り一緒に行きましたけど、あのー、ぼちぼちラジオ体操よりももうちょっと楽なやつに切り替えてやらんとあかんのですかね。うーん、もう今、の子供ら体育座りができないんだそうです。体幹が年齢層に育っていないということで、えー、体育座りしなさいと言ったらバランスを取れず、 だるまさんんんのようううに倒れ込ででしまうんだそうです、ね、へえ雑巾がけしなさい顔面から倒れて怪我をするんだそうですほらもう政治家でも雑巾がけなんてさせたらもうえらいことですねええ肩甲骨が固まっていまして両手を上げて万歳することができません1 0 0ル走をやらせるとカーブで曲がりきれずに倒れてしまう両手両足を交互に動かすことができず行進ができない あるいはクロールで泳げないということなんだそうです。えー、1970年代と比較いたしますと小学生、中学生、高校生学校における骨折率は2.4倍となっているなどなど、えー、目をうばかりのそうですか。 えらい,、ね、い,い,いことになってますね、本当にん。そんな世の中、私はどうしたらいいんでありましょうか。<laughs> 本当に。どうしたらいいのか、もう,もうラジオ体操があの強い運動になっているって言われたら、ね、もうどうしようもございませんわね。まあ、そんなどうしようもない中、生まれてきているさまざまな。 問題もあろうかと思いますが、まあ、本日も斎、えー、藤知事の話をしないことにはです、ね、皆さん納得していただけないと思いますので、えー、維新独自候補擁立というお話をしてまいりますけれどもその前に、えー、昨日私が行ってまいりました兵庫県高校博物館の 様子、皆さんご覧いただけましたでしょうか、まだあったという方は是非、ぜひ昨日の夕方アップしておりますので、ご覧くださいませ。兵庫県立考古博物館の前の20メートル歩かされたというところを私、私、えー、見てまいりましたので、では、どうぞ、その様子をご覧くださいませ。ではどうぞ えー、ここがですね、まあ、一般車両はご遠慮くださいと言って入れなくなっているところからの映像でございますこの奥にあの問題となったところが出てくるんですけれどもう要は散歩に行きはる人たち、まあ、犬の散歩してはる人もありましたし、えー、読書してはる人とかあるんですが基本、はいえー、車バイク乗り入れ禁止となって いるところでありますでこの高校博物館のところで左入っていきますとこの奥に建物がありましてまあ通常もうその車が入っていくようなところじゃないんですけどでここをゆっくりと進んでいきますここはまあ私歩いていますもちろん車で行ってるわけではありませんでここで二股に道が分かれるんですねええで右側 がまあ、本当行ったらあかんと路地、ロジスティックで行きますとこの左側に入っていってくださいとでそこにはこの右手に駐輪場がありましてでその奥に、まあ、こちらの事務所で使われる車とそして、はい、新商社用の車を止める場所がございます。でここで車を停めて 歩いていってくださいっていうこのまあ旗の立ってるところが入り口のとこなんですねでこれがまあ通常の路地、えー、準備されていたものなんですけれどちょっともう一回戻っていきますねはい本当ならここを車が通る予定だったんですが右手に池とこれ多分池って言わないと多分右には普通行かないですなんでかっていうと <laughs> これが真ん中にあるからです、えー、設置したセメントで、はい、あのなってましたけどここ自転車も通行禁止、まあ、手前のとこバイク禁止って書いてましたが自転車通行禁止なんですよね。でこれをどけろ言われて、まあ、東有馬県民局長がどけ張ってもっとどけろ言われて大きい声出されたっていうところなんですがここを車で入っていってでこの奥にある ののが入口のとこなんですよだからもう U ターンできませんし、えー、帰りつけようと思ったらここはバックで入って以外がダーガンというここが兵庫県立高校博物館なんですね。はいお分かりいただけましたでしょうかまあまあこれだけの2分ほどの動画なんですけど、まあ、これ見せたらまあどうでしょうあのー アンチとそれからあシンとうん両方でまあ罵り合ってはりますけども僕はもう本当にそんな争いのところに加わりたくなくてでまああのシン斉藤の人もまれ、あまあ、に私に絡んでくる人いますけれどあのまあ駒さんをリスペクトしてくれてるのか えー、2m ーーぐらいあるやつにあの絡まれたら嫌やと思ってあるのか知りませんがあんまりうちの方には来ないんですけど、えー、その一個一個のさまつなことで、まあ、ののし罵り合ってはるんで、まあ、私はまあそういう言葉を吐くと、えー、もう心がすさんでしまいますのでど,どっちも嫌やなと思って見ておりますが、まあ、今のこの <laughs> ノーカットでご覧いただいた動画を見ますと。 やはりそして百条委員会での,あの標識を動か,せるあ動かせと言われた東播磨県民局長西播磨じゃなくて東播磨県民局長がその日はやられたんですけどその人の話も僕百条委員会行って聞いてましたんで、えー、それを聞くといかに斎藤知事が無茶を言ってるのかということは分かります。 はいでまあ、そのギリギリになる理由も交通渋滞もありやトイレ行ったりとか途中で姿見のあるところでおめかししに入りはったりとかいろいろいろんな状況があるんですけど斎、えー、藤知事にとって最も大事なこととしていることはあ職員へのコミュニケーションとか、えー、時間通りに自分が出て遅れないようにするとかっていうことではなく。 目の前にある自分の気に食わないことに対して大声を出したり、えーまあ、あ前の座席を蹴ったりっていうようなことをしはる人なんだという話ですよね。まあまあそれだけでそれだけで別にやめなあかんかというとそんなことは別にないとは思いますけれども、まあ、昨日もうさすがに私も堪忍袋の小川 あの切れてブロックしましたけど純子という、まあ、名前は女の人なんですがおっさんかおばはんか知りませんしどんな人か知らないんですが、えー、昨日、私がこれをあのここへ行って話し,してたらです、ね、セキュリティの問題もあって空もあの入り口のとこまで行くのは当然だということを書き込んでもう何が何でも守りたいという人が湧いてきまして。もう でも他の人とも喧嘩してはったんですけどさすがにがに鬱陶しいんでもうブロックしましたが「私は友達から聞いてじゃあ友達が嘘をついてるということですか?」って知らんがなそんなあんたの友達が誰かも知らんしそいつが嘘ついてるかほんまなこと言ってるかも知らんしえ私の友達を嘘つきと言うんですか?」って知らんがなもうあの友達選びなはれやって言ってねえブロックしましたけどあのまあまあ 今,今の2分余りの動画を見ていただきましたら大体どういうことかはお分かりになりますよねと <laughs> もしあの純子さんあのまだご覧になってらっしゃったとしましたらあなたは書き込めなくなっております、ね、コメント書けなくなっておりますもうあまりにもひどかったんで私ブロックしております、はい えー、で、ああまあまあまあそれは、それはいいですわ。まあでも,も、そんなん、そんなんね、もうほんまに、一人湧いてくるだけで、まあまあ、鬱陶しいしな鬱陶しいんですよ。それはまあ、すみません。あのやってる側の愚痴,愚痴でございます。えー、維新の話ですね。はい。えっ、ー、と、斎藤知事に推薦を出すのは難しいと。まあ <laughs>、今頃になって、それを言ってるっていうのも、まあまあ、すごいなとは思いますが。 官、えー、レの記事を読みましょうか兵庫県の斎藤知事に対する不信任決議が可決され兵庫維新の会は22日おととい知事選に向けた対応を協議いたしました片山さんが出てきはりまして片山さんと言い,いましても片山大輔参議院議員でございます兵庫維新の会の代表ですね 知事選挙となって、斉藤知事が出直し出馬した場合、推薦を出すのは難しいと話しました。<laughs> いや、そうですね。まあでも、そうそうすると、維新の岩盤支持の人から、なんでやねんと、反維新のやつにあんなほど言われて、ますゴミたちが、 あ,あることないことを書いて言うて放送してその訂正もしやがらんとということで、まあ、まだ盛り上がってはりますけれどもうんえを示しましまた一番いいのはやはりそれは我々として候補を出すことになるのかなというふうに思います。 まあ一存では決められなくて党本部の意向もあるでしょうしその辺は難しいところなんでしょうけれど昨日の午後橋本徹さんも今維新に大変冷たくなっておりますけれど「国政維新の現職国会議員が出るしかないわね」というふうにポストしてはりましたえー、そうですかそうですかでもじゃあ誰ですか現職の国会議員と言いますとあ あのあることないことないことの方が多いですがペラペラと過去側の駅前で喋ってた堀井賢治さんですか <laughs> それはないですよねそれはないですよね片山さんですか片山さん知事選挙の独自候補擁立検討中として出したいが実際できるかは我々の手腕が試されている。 維新に厳しい風が吹いているがしっかり戦い不安を払拭していく衆議院選挙の影響正直あると思うそれはあるでしょうねええ橋本さん次の知事選で独自候補を検討とうん、ええ、この記事を引用いたしまして国政維新の現職国会議員が出るしかないわねうん前の時に出へんって言ってまあ結果斎藤さんに 一本化されていきましたが、えー、清水さん、ABC アナウンサーだった清水さんとか、まあ、もちろん何人かいてはりますんで、えー、そんな中から選ばれるということでしょうかしかしまあそら行けって言われてもねもう貧乏くじ引くことを目に見えてますからね、うん、昨日ちらっとお話しましたが 維新ズブズブの上山慎一、えー、慶応大学名誉教授でありますが私は冤罪だと思うしと斉藤さんについてのあれやこれや真面目な人格者だと思う、まあ、真面目かどうかは人によって判断も違いますが私は人格者だとは思いませんけどねええー、あのー、あそこで車止めをどけて2 0メートル、 こんなとこを歩かすんかって言った人間が人格者だとは私は上山先生思いませんが気の毒だとも思うが知事という実務家マシーンとしてはもう終わったと思うあそうですかこんだけ守ってきましたがもう終わったと思うと上山先生からもさじ投げられましたね。 まず本人の発信が足りなさすぎた、いや、多すぎると思ってますけど、多すぎると思ってますが、あのー、自分に都合のえい,いことだけお多すぎと思ってますけどね、西有馬県民局長とも仲良かったって嘘ついてますからね、一緒にご飯食べていろいろと教えてもらってって言ってますからね、もっと話聞きたかったって言ってますからね、自分が愛もせずに処分出して、犯人探しさせておいて。 この大嘘つきと私は思ってますがねまず本人の発信が足りなさすぎた冤罪なら真実を訴え反省と今後の改革プランを各会派とマスコミに訴え不信任決議を回避すべきだった知事は実務化使い捨てさせられる存在知事って使い捨てなんですかそうですか今現在前に向け県政を強く動かせる 改革を完遂できるるががあかかどうかが最優先つまりじゃあそんな人を維新は出してくるということですか過去に向けた同情の余地や真実解明よりもひたすら今後に向けての実行能力周りの協力も含めてだからもう終わっているで終わってますねこのポストはね、まあ、上山さんのことですからその 兵庫維新の会が誰がどうのとかではなくて多分その党本部に近い人たちとの連絡のやり取りの中でこういうことを書いているんでしょうから党本部としてもう斎藤元彦は見限ったと次に出ても推薦しませんという情報をもとにひらりとあのいうことを変えてきはったんだと思いますけれどもね。うーん あそうですか。ちなみに、本日ですが、えー、適宜公務打ち合わせだったかな。え斎、ー、藤知事の予定を見ましたら、何時からではなく、適宜です。だから、堅調に来ないかもしれません。来るかもしれません。運転手さん、大変ですね。 ランデブーポイントでずっと待っとかなあかんのでしょうか。ええー、そうですか。まあまあ結局だからそうです。維新ははしごを外したということですね。でまあそこで、まあ、ほんまに早めにした方がいいと思いますよ。早めに言った方が。ただね、まあ僕が維新だったら、まあ何人か当然白羽の矢は立てて、話はして、みんなに断られてるんだと思うんですけど。 えー、起死改正を目指すのなら、まあ、どん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 深手を追っていくかもしれないですけれど、えー、ポンと今日知事だけが辞めるって言って知事だけ辞めて、えー、50日以内でしたかねに選挙しないといかんのですけど県,が40県議会が確か40日で、えー ううん、あの知事選挙が50日逆だったかもしれませんが、まあはい、4 5 0日の間に選挙せなあかんのですが、まあ、時間を稼がなあかんのでえで,きたらできたら県議会を先に解散してもらうっていう、まあ、まあそうすると21人いる今維新の県議がまあ激減するとは思いますけれども、うん、まあまあそういうオプションも出てくるのかなと。 とは思いますけれどもね、えーでまあ、まあ維新の方は維新の方で、まあ、その負け戦になるところに誰かを出していかんとあかんのですけど、まあ、次勝ち戦勝ち馬にどう乗るかっていう話ですよね。えー、で、まあ、昨日も言いましたけどそれは井戸さんとか金沢さんとか前の人たちがやっぱり良かったんだっていう人らからしたら。 あの時逆風だったけど今風向きが全く逆になって台風の目が通り過ぎたから風向きが180度変わりましたというそういうことで喜んではるんだと思いますまあ僕はまあそ,れそれも気持ち悪いんですけどねそれも気持ち悪いと従来から言ってるように思っていますけれどさあどうしますかとでほんまにどこも書かないでしょう。 <laughs> 僕,が僕が稲村稲村って稲村ジェーン言ってますけど今稲村セプテンバー言ってますけど尼、えー、崎の市長やった人ねでももうこの人の名前が大きく出ているわけですよ、まあまあ、じゃあ本人に聞いたわけじゃないですけど本人に聞いたわけじゃないですけどそれはまあ自民党の人も公明党の人も、ね、で立憲民主党そ県民連合の人もおそらくそこに乗っかってくる人たち。まあ、まああ 自民党なんか追われるかもしれませんけども <laughs> まあそんな話になっとるんですけど出てこないですよねいやいやマスコミの皆さんあのいやそこは状況は変わりますから状況は変わるんで刻一刻と変わるんでなんですけどそ,そこ書かへんっていうところが僕にはもう腑に落ちないところで当初3月の25日27日の段階で えー、県の側からが言うた話ばっかり書いてた、神戸新聞やら、毎日,あ毎日放送やらの人ら、ね、あのあの時本当なら、本当なら、西播磨県民局まで行って、荷物の片付けの手伝いをしながらです、ね、ええー、ほんまのことどうなんですかと、どう思ってはるんですかと聞かなあかんかったところを聞きもせずに、知事の側のニュースを垂れ流してたわけでしょ。 いやまあ,まあ維新の会のとこ行ったっていいんですけどそんなとこで本音言うはずもないですしそんなとこの記者会見に出ただけで話はさ分かんないですよねそらええー、それ稲村さんのとこ行かなあかんでしょう行、まあ、ってるんだと思いますけどね行ってるんだと思いますけど意外に私その現場へ行ったりとかあとまあ週刊文春の記事を信じますと例えばアイアンセットの話なんかで言うと いやー取材に来てもらってよかったです、どこも来てませんよって言って,言ってましたからね、週刊文春が行ったり、電話かけたりすると、いやー、取材してもらわんとねー言って言ってはったぐらいなんで、えー、この話は斉藤さんが辞めたから終わりっていうことではないので、ないので、ちゃんと、ちゃんと取材して、早めに我々に言っといてもらえませんか。あの でなわれわれも心積もりと文うもんがありますんでね、えーまあ、選挙は後出しじゃんけんの方が、えー、多いんですけれどもね、うん、そうですわ、もうねーえー、で、このタイミングで、えっと、これはいつかな、昨日の午前4時14分です、23日の午前4時14分。 神戸経済ニュースというのがありましてその編集長の山本学さん山本学さんが「取材メモ報道されなかった証言たち告発に違和感噂で作成可能」という長文の取材メモをアップされています。まあ、一言で言でうと斉藤さんを 守る方、えー、県職員のアンケートはあったけどこれはもう本当にあくまで噂を集めたようなもの伝聞ですっていうものも含まれているしで中には知事のパワハラだけじゃなくて自民党の県議会議員からのパワハラも報告されているのにそれを取り上げないのはなぜなんだということを 書いいたりしている、えー、予算に反対した自民党の県議がいたということはそもそも自民党の県議会議員団と斎、えー、藤知事の中がそもそも悪かったんでっていうことから出てきた解文書だみたいなあの立場の取材メモなんですね。で全部読みました。えっと、いや僕ははいいいいとといいここことととととだだ思思ううううのはこういう あの旗色を鮮明にした記事を、まあ、神戸経済ニュースっていうのの扱いが兵庫県の周りでどう扱われているのかということで言うとそれはまた別の問題があるんだと思いますが、えー、こうやってはっきりとはっきりとした旗色で斎藤知事は別に悪くないんだっていうことを書くメディアがあっても僕は本当にいいと思いますんでさっきのあの。 純子さんが私の友達が嘘ついたって言うんですかってうもうそれはもう勝手にしてくれちゃう話なんですけどこの人がその友達に言われた話じゃなくて友達に言われた話じゃなくて取材を通じて斎藤さんを守るような記事を書くのもそれはまだよしだと思いますえまあ四国新聞があの国会議員の実家がやっててメディアの役割を果たして変のんちゃいますかとか まあ、静岡新聞がとか、まあ、それぞれいろいろ問題はありますけれどまあそれは受け取る側があの新聞の書くことやからなとええ神戸新聞が斎藤が好き斎藤と生きるやったのがコロッと変わったなとかいうのはまああの彼ら本人は言いませんから本人は恥ずかしくて言えませんからこっちの側として受け取,る受け取り手の方がああの人が言ってはんやなっていうことなんで。 のの知り合いもしたくはないですけど、まあ、こういう斎藤さんを守ろうとするメディアがあってもそれは別に僕は全然構わないと思いますああこんなこと書いてあるわと思いますし私の少なくとも耳に入っているいや本当に結構あの県職員の皆さん職員 OB の皆さんに、えー、今かなり見ていただいているようでありまして。 様々なところで声をかけていただきますとそれはまあまあ伝文も含めてですが伝文も含めてですけどどの部分とは言いませんがあのアンケートでこうやってこあの捉えられているやつアンケート自体はもうちゃんとまとめが公表されてますから別に誰かがリークしたものでも何でもなくえーちゃんと百条委員会がやったやつが県庁のホームページにも そのまとめが出ておりますのでその原本を見たわけではないですがこういうことが書いてあるというのは誰しもアクセスできるものであります。でえ野、ー、さんこうこうこういうふうに報じられてたことありましたよねとあれは私が書きましたっていう話を聞いたりもしてますんでそれはねいやそれは書いたとこを見てるわけじゃないですけど書いたとこを見てそれをポストに入れたところまで見てるわけじゃないですけど。 まあだからそれはまあその人がどう受け止めるかという話なのであなたはあなたのように受け止めればいいし私は私のように受け止めている話をしますよということです。あとでまたこの神戸経済ニュースはリンクを概要欄に貼り付けておきますのでえどうぞご覧くださいませ、あのー、あーこんなふうに思ってえ斎藤さんを守ろうとする人たちもいてはるのはいてはる。 ただ、上山教授のようにあんだけずっと守る守るって言ってた人がもう使い捨てだから知事なんて使い捨てだからあ人格者だけどダメだから人格者でダメな人って僕はおらんと思うんですけど人格者なら人格者ならもっと頑張ってほしいとその人格のもとに改革を進めてほしいって言ったらええと思うんですけどうーん、ダメですねって言ってますんでええー。 せめて人格者がリスペクトされる世の中であってほしいと思うこもさんでございました時刻は8時46分です、えー、で赤穂へ行ってまいりましてこちら赤穂城の近くにあるワインショップがございましてそこで買ってまいりました 今回はおねだりではなく3800円自腹を切りまして買ってまいりましたのが最後の一本でしたこのお店の最後の一本だったんですが、えー、マスカットベリー A の紙み氷ワインでございます赤は先日おねだりしましたところ、えー、コモさんの支援者の方 コモさんのの支援者の方です、うんはい、斉藤さんに対するその方の立場は置いときまして顧問、えー、さんの支援者の方から赤は頂戴しまして飲みましたで白も飲みたいなと思っておりましたらこれが最後の一本確か1,700本作ったって言ってお店の人が言ってはったと思うんですがもう全部売れ,ました売れたみたいですよってえー、ある意味いろんな評判が当たって全部 あの売れたみたいですって,言って言ってはりましたけどもねその最後に残ってたこの3800円のこの1本をもうそう最後って聞いたらねそれはもう皮なあきませんわね、えー、おねだりせずに買ってまいりましてしかも斎藤さんと違ってですね、えー、この買ってきただけでまだ飲んでもいないのにこうやって宣伝をするという県産品の PR に。 えー、4年のないコモさんでございます。知事選に出るつもりは全くございませんけれども、あの、こちらです。で、えー、これを、このワインをどこで開けるのかということを発表をいたします。はい。10月12日まだ だいぶチケットが売れ残っております、朝刊チェック3周年記念ナイトクルーズバーベキュー、えー、現在、ようやく20人弱まで来たんですが、60人乗りに現在、まだ私を入れて確か20人だったと思いますけれども、えー、ちょっとお値段張りますんで、なかなかチケットが売れておりません、10月の12日土曜日のえ夜7時半出港。 松坂屋の松坂屋も今ないですけどもあの八軒屋浜を出港する2時間のバーベキュークルーズそこでちゃんと冷やして皆さんに飲んでいただこうと60人満員になりますと1本を60人で分けるということになってしまいますからほんの舐める程度になってしまいますけどよろしければ、小野さんと一緒にこの斎藤知事気分を味わいませんかもう もう皆さん、あの飲むときに一言言っていただけます。俺は知事だぞって言って飲むんですよ。いいですか皆さん。来 <laughs> ていただいた方。もうみんなちょっとずつ分けますんでね。えー、俺は知事だぞって言って、杯ずをあげましょうね。えー、いやいや、はい。これをあの開けてみんなで飲みますので、ぜひ皆さん。 あの来てくださいもうまずはまあまあ3周年のお祝いということなんですけど、えーえー、ぜひ、まあ、まあ遠くからで来られへんという方もいらっしゃるかとは思いますけれども「はい、俺,だ俺は知事だぞワイン」白ワインをみんなで飲むことになっておりますので。 てんこりスタジオショップの方からお申し込みくださいませ。現在まだ18人ぐらいだったかというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。時刻は8時50分です。さて。 なんやかんや言いながら、今日も噂話を集めてお話をしておりますが、自民党の総裁選挙でございます、まあ、立憲民主党が先に終わりました、これはねか、あの、逆にしていましたら、もうね、目も当てられへんかったでしょうから、こちら、はい、ザ・マッチ はい、えー、昨日はもうね風が強くて、えー、お線香のもう火がつかなくても大変でございましたがザマッチ、えー、そのマッチではございません、えー、こちらの皆さんがあご出演でございます現在のところ小泉進次郎さんが急激に、えー、評判を落としているんですがただ 票は集めていいるという評判,は評判は落ちてるんですが票は集めてるっていうね、えー、で20人ほど集めてますっていうそれは推薦人のだけじゃないですかっていう河野さんとか茂木さんたちもいるんですけどもそれで言うと50票以上というので、えー、今日も NHK が朝やってましたけど、うん、小泉さんが一番多いんですがまあ党員からのあの 投票というのあさって締め切りだったかな、もう皆さん出されているかと思いますけれども、えー、であとまあ70人ほどの国会議員が誰に投票するか決めてないということで、現在のところで言うと、石破さんがやや先行をし、そして高市さんで、でどんどん評判を落としているのが小泉さん。でもまあまあこの3人以外が うん、上位に上がってくるともちょっと思えないしとなるとゲル対高市っていうことですかうーんまああのー、ね十分、あのー、高市さんの言動とかこれまでやってきてるところを見ますとおっさんを感じますので、まあ、若い頃ね飲、えー、みーのやりーの外国人といっぱいしてたっていうことは事前にも書いてはりますけどもまあ あんまりこう女性初、まあ、も,しもしなったら当然女性初の日本の総理大臣なんですけどあんまりまあ女性性というものは感じないところではございますがで、まあ、心配する人たちはもしそれで女性初の総理大臣になったとしてもこれまでの失言の数々を見ると失言、えー、で割に早く、えー、退場することになるんじゃないかということを心配される方も あったたりいたしますが毎日新聞は今日の2面で今金を配ることができなくなったこの今回の総裁選挙、えー、ポストをポスト言いましてもあの週刊ポストじゃなくて、えー、立場ということですね地位ということですね肩書きということですね、えー、これを私に投票してくれたら あ、こんなこんなところああそうですか。文部科学大臣やりたいであ分かりました。分かりました。って言って、えー、そのポストの今安売りが始まっているということを書いております。えー、ちなみにえー、郷原弁護士と田中真紀子さんの対談というのを一部見ました。 田中真紀子さんが今のその政界をもうぶった切っていってまして、えー、お父ちゃんのねと,ところへ来てた政治家たちがいかに金をもらいに来てた卑しいやつらやったかっていう話とか、まあ、そんなことをもうペラペラとしゃ,しゃべってあります。もうそれはあの政界漫談としては大変面白くてただまあ郷原さんが喋りすぎなんで、えー、前置きがあまりにも長いんで人のこと言えませんけども。 郷原、えー、さんあの、あなたの前置きはいいので、えーはい、本題を聞きたかったところではありましたが、あのー、その今の候補者たちがですね、えー、やっぱり金を,金を集めて、金を配るっていう能力はないというか、今はそれはしたら目立ってしまうんで、えー、ポストを用意してっていうことをですが、まあ、政治家って嘘つきですので、 私の知っている,る政治家はほぼほぼ嘘つきですのであなそうでない人もいますよそうで,ない人あ,そうですあ,あなたのことは嘘つきだと思っていませんあなたのことも嘘つきだとは思っていませんが、まあ、その人はごく一部なんで、えー、ほとんどの政治家は嘘つきなんで、まあ、きっとこんなポストをあげますよって言うて票はもらったら何も言わないっていう。 えー、そういううい感じになるんでしょうね、うん、ただまあまあそれでねそんなことで決まっていくのもどうかなと思いますしねうーんだからまあ自民党総裁が新しくなったらまあ言っても大体通常は支持率 そうですねまあ6割か7割ぐらいのところから7割まではいかないでも60何パーセントぐらいまでは行ってスタートしますからね、えー、統一協会との関係も政治と関連との問題も何もちゃんと解決してないのに看板が変わったら6割,6割5分ぐらいの支持率にはなるっていうのが日本の,あの国民ですから、まあ、そうなって。で 選挙になるんでしょうねで一方対する立憲民主党は野田さんを出してきてますしうん維新はあんな状態ですしまあまあ公明党はまあそらあの統一教会とは違うと言い張りますけれどもねあの宗,宗教の力を借りたあお金の集め方と政治権力の握り方っていうところですから。 じゃあ、共産党かああ、令和新選組かとなってきますと、もう本当に我々の取りうるあの <laughs> 選択肢は非常に狭くなってくるわけでありますが、しかし、まあ、考えて投票してくださいね、摂、えー、の補選も結局36%ぐらいでしたから、ね、確かね、えー、半分以上の人が投票やは行かないっていう、まあ、この現状はまあやっぱり、 なんとかせなあかんのでしょうなあそれはねえ、ええ、時刻は八時五十七分ですさて先日八戸沖で五時間にわたって立ち泳ぎをしていて助かったという貨物船の乗組員のお話をいたしましたえこの人は救命胴衣をつけていなかったんですけどやっぱ救命胴衣をつけててよかったですね水上バイクに乗って行方不明だ 男女、女性の方はあの割に早く救出されたんですが、男性が行方不明でありました。二十二日おととい大津市の琵琶湖で水上バイクに乗っていた男性が行方不明になっておりましたが、昨日午前琵琶湖の上で浮いている状態で救助されました。よかったね、よかったね。ええー 22日、おととの午後4時半ごろ琵琶湖で水上バイクが戻ってこないと警察に通報がありました水上バイクには男女2人が乗っていまして女性は無事に救助されましたが男性の行方が分からなくなっておりました23日、昨日の午前10時40分ごろもう明るくなってから4時間、5時間経っております琵琶湖にある沖島付近で 行方不明だった男性を探していた民間の船舶が湖上に浮いていた男性を発見しました引き上げて救助をしております発見時救命胴衣を着用していて怪我はありませんでした良かったですね水上バイクがまあ転覆してそれで投げ出されたようなんですが当時風が強かったということですああよかったね本当に助かってまあ場合だからまあ めどいですけど口はまあまあ当然のことなんですけれどもねそして諦めたらあかんちうことですねまあ水温の問題とかあってねまだ夏みたいな気温でしたからそれも良かったんでしょうけれども助かって良かったですまもなく時刻は9時になりますさて JRA 日本中央競馬会はまあさまざまな闇秘密 権力、まあ、お金は集まってますからね、えーえー、角田大我さんという若い機手が自ら命を絶ちました、まあ、スマホを使ったらあかんとかそういうことのルールを守れなかったりとかもあったんですが函館競馬場のコースの中に車で入っていって。 花火大会を見ていたとでそのことが週刊誌にも載りました北海道で草津に住んでいる若い人がどうやら列車に飛び込んで命を絶ったというニュースが入って何で草津の草津に大学あるしそこの大学生の子が夏休みに北海道へ旅行行って 悩んでて飛び込み自殺したんかなと思ったら違いましたこの角田大我騎手だったんですね。で、えー、そういった先のその函館競馬場の中に車で乗り入れるっていうその仕事上の車が入って芝刈かりしたりとかではなくってええー、かっていう話なんですが。 で助手席に誰か乗ってたみたいやっていうので酒飲んで誰かお姉ちゃんと一緒に入ったんちゃうかみたいなそういう記事も出ていたりいたしましたで。なかなか本間のことが出てこなかったんですが8月1日、角田大河元騎手が函館競馬場の馬場内に自らが運転する自動車で進入し芝コースを損傷させたことについて。 9月23日、JRA 日本中央競馬会は定例会見の時に審判担当の理事が同乗者は一人で後部座席にいた旧車関係者外部の人間ではありませんでしたつまり飲んでお姉ちゃんを横に乗っけて花火綺麗なところで見に行こうかという話ではなかったという説明をようやくいたしました。 後ろに乗っていた旧車関係者、外務の人間ではないという人に対して事情聴取を行いましたが、自主的にその車に乗ったわけではない、自主的にこの車に乗ったわけではないというのが意味がよくわからないのですが、拉致されたのなら別として、へえ、侵入の際、拉致を外したのが角田元騎手で、その拉致とはまた意味が違います、カタカナの拉致です。 入り口のところ入るのに角田騎手が自分で開けてで車を入れた後ろに乗っていた同乗者は静止できる状況ではなかった自主的に乗ったわけでもなくて後ろからやめとけやと静止できる状況でもなかったということは本当にどういうことなのか全くこの短い文章では意味がわからないのですがまさしく拉致されてガムテープで えー、口と手首を縛られていてで後ろに乗せられていたのかと思うような話なんですけれど自主的に乗車したわけではなく侵入の際、拉致を外したのが角田さんだったこと同乗者は制止できる状況ではなかったことから過失の程度は小さい厳重処分にとどめましたと。 一部報道で侵入時の写真が掲載されはい読みました、助手席に同乗者の存在が写っているように見える件についてガードマンの証言からそれはないですと、助手席には誰も乗っていませんでした、たまたま交戦の関係でそういうふうに見えただけというふうにスポーツ報知は報じておりますこんなことを発表するのに1か月、時間がかかっているということと、でまあ 厳重注意は厳重注意なんでしょうけどそのえその自分,自分から乗ったは車に乗ったわけではなくて静止できない状況であったっていうことが一体どういうことなのかこの理事は説明をしていないもしくはスポーツ記者は競馬記者はとりあえず JRA からのお金の流れがあるので、そんなことを聞けるはずないじゃないですか、コモさんと。コモさん、分かってますかと。日曜日、競馬やってるだけで NBS ラジオ、どんだけお金が落ちてると思ってるんですか。土曜日もラジオ関西を通じて流してるじゃないですか。そんなこと、そんなことを言われたら、えらいことになりますよと。今、これだけの売上のうちの、これだけが JRA から入っているのに。 だから日曜日、甲子園でいくら試合があってもデーゲームなら中継ができないのは仕方がないじゃないですか、小森さんと。はい、分かっております。分かっておりますが、それを言わない僕じゃないんでね、ごめんなさいね、一応言っちゃいましたけど、ちょっとまあ、この、この、この記事だけで私、ちょっとおかしいなと思ってたことの、全く、えー、全くもって、 納得できてないんですけれども、どなたかちゃんとまあ多分週刊誌がやってくれはると思いますけれどもね、うん、お願いいたします。こちらはすぐにわかりました。時刻は9時5分です。兵庫県警三田署でございます。はい、東京は三田、関西は三田でございます。 はい、昔はサンダースケートとかありましてね大きな空をみんなが出すべろサンダースケートっていうスケート場があるぐらい冬場は寒いところでございます地域課の26歳の男性巡査が公務中仕事をしている最中バイクで追突事故を起こしてしまいましたが実はこの男性巡査 無免許で運転しておりました道路交通法違反の疑いで調べてくださいそれは調べてくださいでももう分かってます21日のことです午前11時40分ごろ三田市の指導で会社員の男性が携帯電話を使いながら乗用車を運転しておりましたながら運転ダメですよながら運転はいもしもし もしもし、あ,小森ですあ今日この後はあとはええー、とこのナレーションしてそれ終わってからお昼ご飯食べてから会社上がりますから、えー、と夕方日本相続サポートセンターの会合行ってでそのままは、はいああの、晩は懇親会みんなで行くんで、はい、っていうようなことを運転しながらやったら当然ダメなわけですよね、はい、交通違反切符を交付するためパトロール用のバイクに乗って男性の乗用車を誘導しておりました えー、多分原付きとか125ではなくていわゆる白バイということですかで地域化どういうことですかねどんなバイクでしょうかうー曖昧のアルファード止まりなさい前のアルファード止まりなさい今後部座席の知事が前の座席を蹴ってましたね危険です危険ですえトイレに行きたいいやそんな後で行ってください 違反切,符切ったからですはいええー、みたいなことで、はい、後ろからうーんと行きました誘導中追突してしまいましたどんな運転してたんですかどんな運転してたんですかもう本当に前の車も後ろから追いかけていったバイクもどんな運転してたんですかうーて追突されたらそれはびっくりしますわねえー、いずれも怪我はなかったんだそうです巡査は事故を報告した後 自分で自分の運転免許証が6月に有効期限が切れているということに気がつきました <laughs> まあまあいや私の周りでも運転免許を切れてたことに何年か経って気がついたという方もいらっしゃいましたもうその方は気がついた日からもう運転をやめてその後もう免許を執行したままにされているということでございましたがさらうっかりもあるでしょう ただ問題です。問題です。パパ兵庫県警の内部規則内規によりますと、警察官が車両を運行する前には、幹部が免許証を確認し、アルコール検査をするということが定められております。<laughs> 毎日、はいこれから行ってまいります。はいじゃあ、免許証出して、はいちゃんと有効期限。はい、オッケー えー、君は普通免許しか持ってないから大型は乗ったらだめですよはいそうですねえー、えー、アルコールもいやいや吸うんじゃなくてちゃんと拭いてくださいいやいやだからちゃんと吐きなさいええー、うん昨日ちょっと飲みすぎましてじゃあだめそう,そうですよねそれはだめですよねえー、免許証の確認とアルコール検査をすることが定められておりましたが 適切に運用されていたかどうか現在調査中って適切に運用されてへんかったからこんなことになってるじゃないですか。何を書いてるんですか、朝日新聞。何を道路交通法違反の疑いで調べているってもう道路交通法違反でしょ。6月に免許切れて運転してたんだったら道路交通法違反です。疑いで調べているんじゃないです。で、乗る前に運転免許証のチェックと、 でアルコール検査が少なくとも6月以降全く行われていなかったということなので適切に運用されていたかどうか現在調査中ってその警察発表をそのまま書いてるんだったら記者の仕事にはなりませんもうそれやったらコピペしてるだけでしょ警察はそう言うかもしれませんが適切に運用されてないからこんなことがあってるじゃないですかほんまにもうえ何書いてんねんな副社長 今後このようなことがないよう業務管理を徹底し再発防止に努めてまいります、はい、<laughs> もう本当にあなたたち何に毎日敬礼してるんですかもう本当にもうしっかりしてくださいもう<笑><笑>ありがとうございますええー、じいさん、えー、スパチャありがとうございますええー、ちょっと何のことかよくわかりませんけれどもはいえー、っと ありがとうございました兵庫県警の話でした続いて夏も終わりのニュースです時刻は9時11分サザンオールスターズをお嫌いな方いらっしゃいますかいらっしゃいましたら名乗り出ていただいたら結構でございますが名乗り出なくても結構でございます私 サザンのあのファンクラブに入っているラジオのスタッフに声をかけてもらいましてでまあ、大阪京セラドームとかでですね、えー、ライブがありますと来ました、えー、そういや朝刊チェックを始めてすぐの時に広島へ行きましてで帰ってこられなくもなったなかったんですがせっかくなんで広島で飲んでホテル泊まってと思って翌日 原爆ドームの前の平和記念公園からパソコン使って配信したのが遠くから配信をするというのの最初でしたね3年前の秋10月のことだったと思いますまだうんで、まあ、全国追いかけてるわけじゃないんですがでもトヨタで行われた野外のも行ったことありますし昨日 ロックインジャパンひたちなか史上最長100分間19曲ものステージを行いまして5万人の会場を熱狂で包まれたんだそうですサザン最後の夏フェス映画館でもライブビューイングが行われなんと20万人以上が見守ったんだそうであります 午後5時50分サザンゴールスターズの5人がステージに登場桑田さん関口さん松田さんそして原さん野沢さん、えー、手をつなぎまして、うん、で熱い胸騒ぎの収録女呼んでで、でてブーギーですね、はい、一瞬のうちにサザンの雰囲気に変えましたこんばんはと 最後のにのこのこ出てまいりました今日を心から楽しみにしていました新曲「ジャンヌ・ダルクによろしく」あるいは愛しのエリー泣かしたこともある「真夏の果実」「ラブアフェア」「ミス・ムランニュー・デイ」などもう素晴らしいセ,トリセットリストだったそうでございます涼しさを感じる天気になりいいお天気にしてくれてありがとううん で平均年齢が68ですかね夏フェスは最後となったそうでございます結成47年そうですかサザンオールスターズがもうじき金婚式となるわけですかそそら年取るはずですよね我々ねいや もちろんそら80代になってたまにね日本でもツアーをするような外汰さんもいてはったりはいたしますいつまでも元気でやってほしいとは思いますがそらもう健康を害してまでねもうやられてもねまあもちろんそのレコードあるいは CD の音源とライブの雰囲気では違いますけれどももう ゆっくりしてもらってもいいのかなとは思いますね本当にありがとうございましたサザンオールスターズ、えー、まさにレジェンドでございますね最後は今朝の一言でお別れすることにいたしますここからが本番でございますよろしければ最後までお付き合いくださいませ長官チェック最後は今朝の一言明日 家に来るで渡してくれ袴田巌さん袴田事件の袴田さんの話、えー、26日に最新の判決があります新聞各紙いろんなことを最近また特集記事を上げていますよね。 読売新聞はオンライン記事ですが1967年2月頃神様僕は犯人ではありません73年11月私も冤罪ながら死刑囚私が何の罪を犯したというのかそんなことを手紙に書いていましたしかし1980年死刑が確定してから少しずつ心壊れていきました1987年10月には 悪魔は電波攻撃によより傷つけようとしたしかし私はそれらを全てブロックして笑い飛ばしたのであるとちょっと訳のわからないことを書き始めたようになっていました現在88歳袴田巌さん1966年静岡県清水市で4人を殺害したとして死刑が確定をしたわけでありますが実は 行き別れになった一人息子がいてはるんだそうですまだ物心つく前テレビのニュースでお父さんの写真が出てて「お父さんだお父ちゃんお父ちゃん」と無邪気に言っていたそうですがその記憶は全くないそうですけれどもね自分は袴田さんの息子であるということを知りながらしかし 絶縁状態でずっと暮らしてはりますお姉さん数年前にその息子さんが元気にしているということを人捨てに聞いたんだそうです9月上旬浜松市の自宅にいた袴田さんのお姉さん秀子さん91歳にもなってはります袴田さんから手のひらサイズのクマのぬいぐるみを渡されたんだそうです 息子さんの名前を言って明日うちに来るで渡してくれ来るでっていうのは来るからという意味ですね毎日新聞教第2社会面墓又さん募る息子への思いという記事であります明日うちに来るで渡してくれ日中ドライブに出かけた墓又さん立ち寄った そそのの先ででこのぬいぐるみを買ったんだそうです胸ポケットに入れていましたそして家に帰ってお姉さんに言ったんだそうです息子さんの名前を言ってそれを渡してくれとはっきり言ってもう認知進んであります自分が無罪判決を受けようとしているのかどうなのかその辺もわからないというふうに周りは 見ている、そんな袴田さんですが。なぜうちに息子が来ると言い出したのかわかりません。もちろんまだ生き別れになったままです。渡されないまま、今も。お姉さんの家の棚に置かれているということです。二十六日に最新の判決が出たら、そのことはおそらく息子さんにも伝わるでしょう。それをきっかけに。元気なうちに息子さんと、もう一度会うことが。 できるのかできないのかニュースを消費している側からすればそれはそこで会えたらいいなと思いますがそれは分かりませんそのご本人たちのご本人たちの決断ですからしかしまあ胸締め付けられますよね時期が来てもし会えるのであればとお姉さんはそう思っているのだそうです。毎日日新聞今日第二社会面 袴田さん、募る息子への思い、断絶58年、26日に最新判決が出るということであります。今朝の一言でした。以上、小野さんがお届けしてまいりました朝刊チェック。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はスパチャも頂戴いたしましたありがとうございます。そしてさっきポーンポーンとメールのついた音が鳴ったのはひょっとすると。 いいこれはニューダルニーのカレーが売れましたあそしててんこ盛りクラブの会員に入ってくださいましたおバーベキュークルーズお一人はいええー、19時30分少し前に到着予定急いで伺いますはい来てくださいねあの時間になったら出港してしまいますんでねええー、ありがとうございますぜひええー、斎藤知事も飲んだあの かみ、えー、氷ワインを一緒に飲みましょう。えー、よろしければあご参加お待ちしております。10月12日土曜日の夜7時半、出港でございます。では、また明日にじゃんをしてお別れすることにいたしましょう。本日もご視聴誠にありがとうございました。おっと、えなんと、ちょっと待ってください。ハリー・タコスさん。 1>, 1万1000円もありがとうございますびっくりしました <laughs> こんなスパチャを頂戴いたしましてあ,のありがとうございますちょっと,ちょっとここなんと本日は84ドル98セントも頂戴いたしました今1ドルなんもなんかちょっと分かりませんけどもありがとうございますではまた明日忍にじゃんでお別れすることにいたしましょう本日も皆さんありがとうございましたでは参りますえーとこのナレーション取りに行って参ります参ります また明日インジャングーでは、行ってまいります。良い1週間になりますように。